あーから始まるお笑いコンビといえば、いや俺二つあんだよなこれ。うん、わかる。こっちだな、お笑いコンビといえばこっちかな。うわ、むずっ。いやかけた。はい、ね、どっちだ、お題何でしたっけ。あから始まる、あから始まるお笑いコンビ。お笑いコンビか、コンビだからね。お笑いコンビ、コンビ4人行きたいですね。これ行きたい、4人行きたいね。行きたい、これは行きましょう。俺はゴメスに合わせて、おしこい、レッツゴー、せーの、アンジャッシュ。アンジャッシュ、そっちか、4人来た。いやーそっちか。来た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 、これ来たでしょ。来た、アンガールズも悩んだな。アンガールズ、俺雨上がりにしたいだったんですよ。雨上がりね、こっちも思いましたけど、思った。いけるのかこの、あくそ、若手コンビが T1 にいける、いけるのか T1 に。とうとう世代交代、世代交代だな。よし行くよ。次3発目っすか。3、そう、3発目、3人でいいよ。行くよ。メンバーこれ再生数伸びねえわ。もうみんな退出するんじゃん、みんなもう。行くよ。盛り上げてよ。決めてよ。サイドキックで決めていって。行くよ。サイドキックで。押し込んで。しっかり押し込んで。芸能人のドンといえば、うわ一人しかいないこれ。芸能人のドン、全然わかんない。芸能人、芸能界じゃなくて芸能人ですね。うん、芸能人、わかんない。ちょっとむずいね。まあこれはちょっともう流れるわ。ちょっと次の準備しとくわ。マジで？イメアップしとく。割とイメージなの。何これ、イメージっしょ。もうドン、ドン、もうやべ、出てこれ、これ外しに行っていいっすか。ここは三発目だから3人会えばいいんだよ。3人会えば。いやーこれマジわかんねえ、これむずいね。え、ちょっとマジでこれは書かない、これ言っちゃっていいっすか、これじゃないっていうの今出てきての1個だけ。うん、ダメダメ、面白そうだよ、面白そうだよ、めっちゃ面白そうだよ、めっちゃ聞いて。そうそう、ドン小西しか出てきてないですよ。マジでダメ、全然ダメ、わかんない。名前ありきじゃんそれ、全然ドンじゃないからね、あの人。このまんまファッション好きなおじさんだよ。ドン小西しか、これだ。これじゃねえか、いろいろ含め結果。ドン小西やばい、引っ張られすぎてる。チャンスだよ、チャンス。いや、芸能界のドン、芸能人ドン、芸能界のドン、芸能人だ、芸能人のドン。あ、芸能人ね。うん、誰なのかな、難しいね。誰なんだ、実際誰なんだ。よし、オッケー。フミヤかけた。はい、じゃあ行きます。合わせよう、せーの、3人でいいんだよ。おお、すごい。おお、え、すごい。これはすごい。これはすごい。やらせじゃない。やらせじゃない。ちょっと。これはすごいわ。すごい。おじさん、もう一回行きましょう。そろそろ何問続くか。ここは確かに。あとでね、何回か続いたらなんで、もう一回4人で。これはすごい。びっくりした。全然違う人言ってるわ。あの、和田アキ子から裏のチャンネルで。俺もそっち。あ、和田アキ子も。俺もそっち。俺も和田アキ子。俺タモリさんだと思う。ああ、大輝は？いやー、ドン小西かな。ドン小西、やっぱり。バカにされてるぞ。ドン小西なんだよ。悪魔バカにされてるぞ。いやー、よかった、出てきて。すごいね。次行ったらすごいよ。ヨニアンすごいね。これもサイドキックですよ。サーから始まる芸能人といえば、え、サ、もう一人しかいない。サ
ハから始まる標準語。これはチャンス。サ？サ。これは難しいな。これもね、3人揃ったらその3人の選手は一応4連だったってことでした。え、サ？サ。これはもう確認。サ、サっすよね。うん、サシスセソン。サ。え、すぐ思いついた。いや、出てない、まだ。出てないよ。これはもうすぐね、もう、いたね、ここに。いた。こんな近くに横にいた。サの人、もうすぐ、サの人来てた。死の人は死の人、死の人はいない。死の人、死の人まだ順番待ちします。サのそのサは誉れ。サから始まる芸能人ですよね。もうこれしかいなくない。俺もそれ、俺も一人だったよ。俺もパッと浮かぶの、ね、それ、うん。これ昔さやったよ、一発目やったんだよ。あーやりましたね。やったっしょ。やべ、それ覚えてねえ。けどきっと多分その時も書いたはず。いけた？書けた？俺も同じ人だと思う。はい。プリンス大丈夫？はい。おいし、行きましょう。4連なるか。せーの。はい。そっちね。俺も佐々木のぞみでした。なんでそれが隣に来たん？ここに来る人じゃないでしょ、それ。坂上忍、そんな横にいんの？いやー、みんな復活してきてください、じゃあ。まあ一応ね、一回権利が発生しましたからね。なんかさっきアンジャッシュからの佐々木のぞみは良くないかなと思ってさ。いや、そんな気の使い方いらないんですよ。悪いことしたんですから。嘘です、思いついてなかっただけです。よし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 。いいよ。いい？いくよ、次。はい。まで始まるエロ、ま、エロそうでエロくない言葉とは。まで始まるエロそうでエロくない言葉。これはこれめっちゃこれはぴったりの言葉あった俺。これみんな思いついてほしい。逆に絶対合うよこれ。あ、合う？パーチじゃあこれや、うん、絶対合う。え、うん、俺エロそうでエロくない言葉ね。一、うん、つしかない。うん、一つしかない。え、これ逆に何があるの、これ以外に何があるのっていう、うん、これかそれしかない。絶対大悟それよ、それしかない、それしかない。これか大悟、これ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 多分使ってる、うん、絶対これ使ってる、多分大悟使ってる、使ってない、使ってる、使ってない。行きましょう。いける？書いた、書いた。うん、絶対これ合います。これ合う。はい。合わねえ、俺。はい、大悟かけた？はい。おい、タグも書いた。せー、いくよ、いくよ。タグ書いて。はい。せーの。どうぞ。絶対これ。え？え？マジか。惜しい、マンゴーさんに。終わって。おい。おい。おい。まだダメよ。なんだ、マジ何それ。まだダメよって。俺ダメじゃエロいや。マキノ、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 どういうことだそれ。いや、ダイコさんとか来るかなと思ったんですよね、これで。いやいや、ちょ、マットでしょ、みんな。ちょ、待って待って、スルー先頭で絶対マットでしょ。マットはもう聞いてください。マットって。それもうエロいです。マットって何？それあの放送禁止用語っすよ。なんでなんで、マットや。ダイキさん、日本でも、日本でも放送禁止用語になったらちょっと使わないでください。あ、そうだ。火入ります。ちょっと、はい、なんか、あれやな、変化してんな、日本で。俺のいらぬ間に。はい、そうなんです。使わないか、まだ合わねえか。ね、まだダメよ。これは合うと思ったぞ、俺。ちょっとサクッと、じゃあこれも行ってみましょうか。あ、まだダメよ。合わせに行くやつかな。お、で始まる男の夢とは。お、で始まる男の夢とは。男の夢。おおおお、あれしかないわ。お、夢ってそのあれですか、ちっちゃい時の夢とかそういうことですか、じゃなくて。もう何でもいいよ、男の夢。おおこれだな、単純に。お
合わせに行って。そうだね。男の夢。まあまあ、これ、それか？ということだ。それ、それやな。やばい、なんもない。いや、大君のそれやっていうやつ、全然合わないから。合わねえんだよ。大悟でもそれやと思う、今回はそれやと思う。今回合わせていくよ。いや今回これも、これも今回なんか今バーチーの感じで分かった、これやなっていうのが、うん、あ出てた、オッケー、出てた出てた、はいはい、かけたみんな大丈夫、いけると思う、いけると思う、ちょっと待ってください。うん、これはもう男といえばねっていう、え違う、フィーバーでもないけど、あれはい、プリンスオッケー、ね、はい、よし、せーの、どうぞ。まあ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 ま次なんですよ、問題は。次と次なんですよ。次まで行ったことない。あの、なんかね、行かせてあげたいね、次にね、とりあえずね。みんな会って、みんな行きたいですね、一回は。行きたい、行きたい。行きたい？はい。リーチかけたい。じゃあ行くよ。リーチかけたい。リーチかけさせる、問題行こう。はい、じゃあお願いします。アルゼンチン代表のサッカー選手といえば。はい、いや、もうかかった、リーチ。リーチかかった。うん、本当？え、なかった。アルゼンチン代表のサッカー選手といえば、リーチかかりました。ありがとうございます。外してくるやついいんだろうな、でも。かけた？あっち言うやついいんだろうな。いくよ。はい。せーの。オッケー、オッケー、リーチ。オッケー、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 オッケー。かかった。あぶねえ、マラドーナ言うかなと思ってたか。よし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 、ここですよ、ビンゴ行きたいね、行きましょう。じゃあどのぐらいがいいですかね。うん、ここでカタカナのやつ出てきたら全員合わなかったっすねあれちょっと難易度高かったな。高いよ、あれはむずいわ、あれは難しいわ。カタカナは難しいわ。ね。行きましょう。じゃあ、ウルトラマンといえば、うわー。これはジェネレーションがちょっと。ナグマさ、わからんなりにって言ったから、絶対知ってるかな。怪しいぞ。大丈夫大丈夫大丈夫。やっぱりそう言うと思いました。最後にグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしく。